ビーバス&バッドヘッドはお手本ではありません。人間ですらありません。ただの漫画です。彼らの真似をすると怪我したり停学になったり逮捕されたり追放されるかもしれません。一言で言えば家でやってはいけません。ダブルバーガー、ポテト、コーラをくれ。わかったか、マヌケ。わかりません。ご利用ありがとうございます。おい、ビーバース見ろよ。いつか俺もフライドポテトみたいになってやる。フライヤー、フライヤー、フライヤー。うわ、俺の食い物はどこだ、このクソ野郎。顧客サービスってやらを教えてやるぜ。うすのろめ。トッドっていいマネージャーとかになるよね。ほんまや。トッド最高。